よし、探索10日目とうとう2桁入ってしまいましたが、さあやっていきましょう。今日も元気に羽ピクミン増やしたいな。着陸する、交わりの渓流、とりあえず電波出てるところ行かないとどうしようもないもんな。羽ピクミンをちょっと増やしながら他のところ探索来て、今日はあの電波出てたところには行ってみたいね。羽ピク別動隊作ろうか。じゃあ1人こうやって、でこれでよし、これで羽ピクを、1人だけ、これもじゃあ羽ピクはマックスでいいや。よし、いきますよ。よし、 OK。 これで羽ピクの方をちょっと増やしてもらおう。あー、あるね。はい、行ってくれい。5匹で上から引っ張れそうな形ね。羽ピクも出るようになったのか、これで。よし、これで運んでもらって、いいね。行っといで、行っといで、OK。で、逆口も行きながら、4、5、OK、OK。向こうも運べてるから、で、本当はね、このまま、で、水の先も行けるんだけど、どこ行こうね。あ、そっちにも埋まってるから、はい。はい、行って、運んで、持ってきなさい、どうも。で、これをしてる間に本当は俺たちで何かしたいんだよな。で、そうか、羽ピクここに残っちゃうのか。羽ピク、あ、ごめん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 。じゃあ羽ピク抜いて、で、あとはちょっと全体的に少しずつ出して冒険に行きますか。赤ピクミンと赤ピク20かな。いや、20多いか。15、15、15ぐらい。50、50、50。で、逆に羽ピクはちょっとしまっといて、あんまり多いとね、あれだからね。よし、行くぞ。この岩のところ壊したいんだけどな。あ、これは羽ピクで、羽ピクミンに関しては姉ちゃんに回収してもらおうか。で、じゃあどこ行こうかな。ちょっと作戦立てましょう。見た感じ、この先行ってみたいな。この先に行くためにはハスの葉っぱ乗れんのかな。ちょっと見てみようか。そしたらここの羽ピクちょっともらって回り込んでいこうか。よし、じゃあ君たちも全員回収しながら姉ちゃんだけ羽ピクを増やしていきたいから、だからここまで移動を使えばいいな。ここまで移動で、よし、ここまで移動してみてくれ。多分こっからハスジャンプできるんじゃないかな。で、この間に姉ちゃんにして、よし、行くぞ。姉ちゃんがいっぱいこの間にこれを作ってくれ。で、これもノックオンして突撃させて、ノックオンして突撃、いけいけ。で、ここの子たちも引っ張って、よし、 OK。 突撃させると残っちゃうのがちょっと難点だな。よし、はぐれないようにしながら、あそこまで行ってくれたらハスの葉ジャンプできると思うんだけどな。そこにも生えてるんだけど、それはロックオンできるかな。お、ついたって、どうぞって。ハスの葉出るかな。こっからハスの葉が上からは流れては来ないのかな。どうだろう。見た感じ今のところ来ないが、上流から見てみようか。なんか上流で動かさないとハスの葉っぱ、あー、ここが壊れてんのか。あー、なるほどね、理解した。これでハスの葉を壊すと、頑張れ頑張れ。あ、足りてないのか。羽ちゃん羽ちゃん羽ちゃん、そしたらちょっと羽ちゃんを増やして上の方から流してあげないとあそこが流れないんだ。理解した。だ、移動自体、よし、新種の果実をいつの間にか回収するいうの。よし、お前ら全員を連れていけばいけそうだな。よいしょ。まあ、羽ピクミンも増やしたかったのでちょうどいいんじゃないか。ちょっと待って、ここに1個、はい、わあ一回突撃するとみんな行った後に残っちゃうのがあれだけど、頑張れ。あと3匹だな。はい、よし、行け。ハスが引っかかってるわね。これで羽ピクミンがハスを OK、オープンゲット、オープンゲット、ゲット、ゲット、ゲッター、ゲット。よし、 OK。 お、通信が来たぞ。あら、着信だわ。誰かしら。ピコン、誰
あ、ラルウィンゴ、あ、ルーイじゃん、自分はルー、キャプテン、キャプテンオルー、オリマー、オリマーって、ま、偽名名乗ったな、今。大きな木の上で原生生物に襲われてんのか。おい、虫の王なんだから頑張れよ。あ、やばいね。なんだこの恐怖映像。ルーイ、ルーイ。キャプテンオリ、キャプテンオリマー、わかった、あの西の作者キャプテンオリマーよ。何かに襲われてるみたいね。急いで助けに行きましょう。ゴリゴリにやられてる。キャプテンオリマーの信号は川の下流からだったわね。だ、川の下流に行くしかない。からこれで一回回収したら、ここまで移動を使おう。ここまで移動で後で来てほしいから。え、そんな、あ、そんなことできんの。で、これでここまで移動したらハスの葉っぱが来てんね。到着。バカバカバカ、なんで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 ジャンプできない、なんでジャンプ。一回落ち着きましょう。はい、落ち着きました。危な、なんで、あ、普通に乗れるじゃん。ん、なんか頼ってるんだけど流れないか。なんで流れないの。上流から、よいしょ、ジャンプ、ナイス。あ、これ上流から乗らないといけないのかな、もしかして。あ、下流はこれ乗り移るようだ。じゃあここで合流しよう、ここで。じゃあ明日渋谷のハチ公前で合流ね、みたいな感じ。これで合流、よし。だか逆だ、待て、よし、あー、待ってまさかのすれ違いすれ違い宇宙が起きたんだが、おそらくなんですが、私の予想ですとね、羽ピクちゃんが、あー、その先にいそうだね。大きな木の上っつってたもんな。オリマーさんはあの上ですね。激辛があって、あー、いるな、あいつ。あいつはね、岩ピ、みんな知ってる？これね、俺ね、多分ね、これ普通のピクミン投げたらクモの巣に引っかかっちゃうから、これ岩ピクミンで戦った方がいいと思うんだけど。あ、届かない、逆か。こいつしかもなんかすっとぼけてんな。あれ、ちょっと待って、エイムが合わんっていうか高さが足りない。ふん、あ、やばい、みー、あ、待て、このタイミングで岩ピクで落とす。危ない、あ、死んだか、クソ、よくもやりやがったな。これは赤ピクミン1,2,3で運んで、で新天地に来ましたと。でハスの葉っぱでこっちから来れますよと。で、うち上側に行くのもいいけど下側にも行けると。いや、下側には行けないか。でもこれ下流に来ちゃったらさ、これどうやって上流に戻んの。あ、これ上に投げられんのかな。あー、橋があるわ、よいしょ。あ、砂の、空中戦が得意、うわー、空中戦が得意なメンバーがに来てほしいわ。この間に OK 行きましょう。これで合流しようか。おいで、大丈夫だろ、来てくれたな、来てくれてる、 OK。 でこれで一緒に合流したいね。すごい列がめちゃくちゃ長くなってる。遠足下手か、おいで。 OKOK、空中戦が得意なので。おい、全然働いてないよ、みんなが。いけ、全員でいけ。あ、飛んでる、やばいね、これめちゃくちゃやばいじゃん。壊せ、全員で壊せ。空中戦が得意ということで、これは合流しましょうか。もう全員でやって、全員で壊せ。えい、オッケー。あれは一回あの雲をおとりにしないといけなかったってことだな。おい、空中戦を得意、なりわいとしてるようなやつがいたぞ、さっき。いたな、あいつだ。いけー、あ、一瞬だ、すげえやった、密だ、こんなに密がいっぱい出るとは。はい、みんな、あ、みんな吸っていいぞ、みんな吸っていいよ。はい、吸って、はい、吸って。興奮してる、みんな興奮してるよ、最高だっつって。ちょっと待って、一回落ち着いて、はい、5匹、よし、運んできなさい。で、他はみんな花になったか。お、激烈に足が速いぜ。あ、これも羽ピクでいけんのかな、もしかして。この柵上に引っ張れないかしら。あー、なるほど。あ、そういうギミックなんだ。へー。
あ、これ何、一緒、あ、このまま行かないといけないんだ。ちょっと待って激烈にヤバそうな奴らがいるから、ちょっと待ってな。あ、これそっとカキだけ拾っていけってことか。そっとカキだけ拾ってこ。そしたら赤ピクに、起きんなよ、起きちゃったけど、これを柵を閉じて、あ、閉じない、どうして閉じない。え、君たちはもうそこで人生を終えようとしてる。あぶね、え、これどういうことだ。これ上げ切ったらどうにかなるとかそういうわけじゃないのか。あ、違うな。え、君たちここで人生を終えようとしてる。あ、オッケー、もう帰ってきていいよ。よし、うわ、なんか地獄みたいなとこだったけど、これはそういうことだな。8、よし。で、電気はやっといてもらって、これピクミンたちどうにか帰れんの、これは。そしてこっち側に、あ、なんかあるね、ヒントが。あ、葉っぱなんか悪さした。また悪さするんかお前ら。暗い、すいません。あ、ダメだ、弾が当たらない。よし、 OK。 あ、ダメか、もう投げるしかないのか。はい、 OK。 投げないとダメージ入んないんだな。じゃあヒント読んでみましょう。どれ。叩く力は弱い赤ピクミンが、いや俺の方が強えぜめちゃくちゃ、あれ、もう倒しちゃったんですけど、君たち何もしてないみたいですねみたいな、ゴリゴリに生きてるだから戦闘には向いてないから、高台のとこで戦った方がいいんだな。あ、なんかいたな。まあ、いるね。はいはいはい、とりあえず嫌だから倒しとこう。あの果物を運ばせて先行くか。でもなんか戦闘員が、そうすると戦闘員は少なくなっちゃったからな。この上登りたいけど、あ、ここにあれか、橋がかかるんだ。あ、だからあの裏のモンスターは正直戦う必要はないよってことだな。だ、竹が開けられるとこ他にもあったよな。他のステージだったっけ。他のステージだったかもしれない。ここに、そしたらよいしょ、銃だし取ってきてもらおうか。他にはなんだ。あ、これ上乗れそうだね。どれ。この惑星も随分と探索を進めた。歴戦の戦いをくぐり抜けた私にとってこれはもはや不要なものだ。このエリアでは使えないかもしれないが、未来の来訪者のために残しておくことにしよう。この辺りに埋めておくことにする。どれどれどれ、どこに埋めた、どこに埋めた、あれか、埋めた何かが欲しいよ。新種の果実、あれか、違う、あれ水、果物だ、違うな。はい、なんか余った人たちがかわいそう。おそらく2人いればあのキノコを利用して向こう岸に分かることができるだろう。だが私とルーイ君では何度やってもうまくいかない。こんな時に息の合うパートナーがいれば。あ、ホコタテ星に残してきた私の妻は今頃どうしているのだろうか。バカンス言ってるよ。じゃあここで2人で息を合わせて、でこれでおっちゃんに、はい、おっちゃんぽいで、あとはピクミン投げるか。ほい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 、あ、岩ピクも欲しいな、岩ピクも欲しい、ほい、岩ピクも、ほいほいほい、他もなんか入り用になるかもしれないから。あ、行き止まりみたいね、なるほど、こっちに戻ってくるのか、なるほど。あ、何回でもトライできるのね。で、キャッホーで、で、そしたら岩ピクミンで、とりあえず果物あるな、これで北上できるのかな。あ、キウイフルーツ出たな、ダブルキウイフルーツ。で、これ多分人数足りてないとあれだから、もう一回これもチャレンジでも投げまくった方がいいな。これで乗れないから、まあちょっと待つか。ハスの葉は無限に来る。なんかあっちにアメンボみたいなヤバそうなやつがいるな。そっち側ってな、あと何あるんだろうね。はい、行っといて行っといて、はい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 。これで終わったら一回一人帰らせようか。とりあえずこっちにピクミン全員、あ、君たち一緒に残っちゃったから、じゃあ2人だけ一緒に行こうよか。で、これでおっちゃんチームにして、あ、おっちゃんチーム上から帰ってこれんのか。あ、また出たな。これってさ、でも羽ピクでいけんじゃない。潰せ。あ、弱い、大丈夫か。叩く力は確かに弱いけど、あ、ダメ、
羽ピク、あ、羽ピクやられてないな。あ、羽ピクでやりゃいいじゃんこんな。はい、潰せ、オッケー、ライス。でこれを全部やったので、そこにあるやつを羽ピクで運べればいいのか。やっぱ羽ピクいっぱいいるなこれ。もうちょい羽ピクを連れてきてほしいので、一旦家に帰ろうか。そしたらここまで移動するかできるか。一応帰ることはできんのか。ん、違うな。家まで帰りたい場合、あ、ここでどうにか止まっちゃってるな。この北上したいところがあるから、ここまで移動してみよう。でこっちはもうやることはそんなねえからどうしようか。これ運んでもらって、であとはもう羽ピクミンが往復するのを待つしかないんだよな。だ、羽ピクミンを受け取りたいが一人いるから、じゃあおっちゃんをここに放置して、おっちゃんだけはここでロンリーウルフになってもらって着いたわ。次はどうしようね。この先なんだよな。あーでもこの先羽ピクミンをちょっと一回連れに帰りたいから、何周かしないといけないね。これはこの上どうなってるでしょうか。あーなるほど、ここに、あー足りねえこれでつなげないといけないんだ。だ、そしたらキャッホーで、あー、こいつらが向こうまで行かないといけないから、じゃあ自分で操作するものもめんどくさいので、ここまで移動してもらいましょう。よし、でそうすると俺は本格的に暇になるとなぜなら勝手に移動してくれるから。新種の果実を回収はしてくれてる。だ、こっち側から回収はいけんだよな。でここが通じるようになったら、ハスの葉使わなくても向こう側に行けるようになるんだ。それ便利だな。あれ取りたいけどな。あ、でもこれで橋の、あれってなんか取れないのか君たち。いける？ちょっとあれ見てきてよ。持ってこれる？あ、持ってこれないな。あー、これもう一人いるともう一人を投げてあのヒントを読めるんだ。まあでもしょうがなかったな。ちょっとこれはいろいろと知らなんだ。よし、着いたから、でこのまま君たちでここを通じさせましょう。行くぞ、行け、ゴー、おせい。オッケー、これでだいぶ復帰できるようになったね。えいしょと、オッケー。これで一旦、そしたら、あ、どうした、あ、ごめん、間違えて激辛かけちゃった。あー、ものすごい興奮してる。ピクミンが激しく興奮し始めたぞ。激辛成分で活動的になっているようだ激辛スプレーで大興奮、攻撃力とスピードがアップ。なんてもったいないことしたんだ。あー興奮してる。あー、でもなんか実績解除できたからいいか。でそしたらおっちゃん、あ、おっちゃんの方に一人行かせたいから、そしたらじゃあちょっと危険だけど、あたしがちょっと移動してあれを読みたいから、じゃあ私ちょっと移動してくれ。これでこのビビビビに行きたいためには、これどうやって行くんだろうな。こっちの先だよな多分。この先かな。あれ、こっち側ってまだ行ってないのか。あ、こっち側だ。こっち側になんかあったな。しまった。まあ、いいや、ちょっとおっちゃんに非常に危険だけど、ここまで移動してもらいながら一旦回収しようか。もう大所帯になってるからな今。一回とりあえずこれ引き抜く作業だとかをやりながら、ちょっと数を整理しましょう。足ついたから、そしたらハスの葉に乗って、あ、乗れねえか。あ、でもこれ投げないといけないから、もう一人いるんだどっちにしても。うわー、めんどくせえ。でそしたら、とりあえずピクミンがはぐれてないかだけ。フリー1ん？ピカチュウ？あー、でも時間ないからせっかくだし。あれ、でも今フリーピクミン0になったよな。今赤ピクをどっかで拾ったのか。いや違うか、今の0って何今の0ってフリー1ってこれどこ。フリー1がね、マップだとちょっとわかんねえ。でこっち側まだ行ってないのか。うわー、ちゃ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 ー、おーんって言ってるわ。ちょっと待って、はい。弱点は頭部、出てくる時を狙って投げろ。うん、なんて親切なんだ。絶対やばい。明日ちょっと潰しましょうこいつは。嫌なもんを見たねおやすみなさいおはようございます。これ羽ピクとかでぶち込んだらダメかな。ゼロって書いてあんの、あれフリーゼロってことなの。でもフリー1って書いてあんだよな。ちょっとよくわかんねえ。出てくるとき来いや。ここだ、潰せ、ぼこせ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 、危ない危ない危ない。
で一回返す。あ、これ羽ピクだとめっちゃ効くくない？ここだ。あ、やべ、待って待って、危ない危ない危ない、羽ピク、羽な、危ない。おい、何シュッシュッってやってんだこの野郎。はい、引っ張って、はい、引っ込んで。ダメージって蓄積するのかな。8秒、あと8秒でやつを倒せるのか。ここだ、潰せ、ボコせ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 、あ、倒せそう、ゴー、そこだ。あ、違う、ジジイじゃない、ジジイじゃない、おっしゃーおっしゃー、あ、2秒しかないよ。はい、倒しました、やったちょっとこれ回収してこの先だな明日。なんか倒したわ8秒で俺にかかればヘビガラスなんか8秒で倒しちまうわけよ。よし、今のはピクミンの特性をフルに活用できた、いい感じだったな。ちょっと中腰ぐらいの位置にいるからな、ちょっと中腰で腰がやられちゃうぐらいの高さにいたから。あのフリー位置っていうのがですね、僕ちゃんと呼び寄せボタンを押したんですよ。あ、大丈夫だ、よかった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 、落ち着かれたな。呼び寄せボタンを押しといたから大丈夫だった。ありがとう、ドラえもんの秘密道具みたいな名前の呼び寄せボタンくん、ありがとう果実、新しい果実、あれでもここら辺、こしり、こしりそっくり、ケツっていうのやめろ、ケツっていうのやめろ、こしりがそっくりです。夕日の実、牡蠣が夕日の実だね。で、あとは見かけ倒しか、ん、見かけひとし騙しじゃなくてひとしじゃんコッパイ製のみんなは救えないわ、もっと探さなきゃ。何個あればいいんだろう、コッパイ製のみんなって。でも1日1本分だったらこの量じゃ全然足りないぞ。あ、このあとでもそしたら地球に攻めてくるのかな、怖いわ、急に急に怖い話になるじゃない。探索10日目、じゃん、今日は割と良かったんじゃない。1、うん、なんかそう、うん、ごめんねすまん、イワピクすまん、あれおとりにしないとダメだかと思ったけど羽ピクミンがいたんだ。これまで様々なメモを残してくれたホコタテ星人、そのメモの作者だと思われるキャプテンオリマーという人物からついにコンタクトがあった。どうやら原生生物に襲われ危険な状態らしい。あれルイだよネタバレおじさん彼の身にもしものことがあったらワープドライブキーへの手がかりがなくなる、早く助けに行かなければ。 OK、 まあいろいろ開拓できたんで、じゃああの先んちょんとこ行きましょうね。探索11日目、ちょっと続けて、あの先っちょのとこでちょうどヘビガラス倒したんでね、見に行きましょう。大きなリンゴ、あれ、ヘビガラスの死体消えてるんだが、悲しい。マジかよ、残念。そしたら10匹、でも赤ピクミンいなくなるのやだな、でも黄色ピクミンいなくなるのもやだな、ちょっと一回こっちの先っちょに行ってから考えようあ、でここになんか、あ、さらに通じる道になるのか、これこれどこだろう。えいほうえいほう、よし、銃って何なんだよ、この謎のブランドのお店何なんだ、この銃ってブランドのお店多分結構おしゃれで有名だよ、この紙袋って有名だよねみたい。あ、この先っちょに続くんだ、うわすごい楽になってる。待って、そしてたら想像してたここではないの、この、あ、でもこれ木の上か、だからこの木の上にはこっから辿っていかないといけないのかな、だからこの赤いやつを探さないといけないから、おっちゃんになって、おっちゃんが読むと、この惑星を探索しているとあちこちで壁画らしきものを見かけることがある。あ、あったね、確かに。これらはピクミンたちが描いたものだろうか、ピクミンの種類ごとの特徴がうまく描かれていて私よりも芸術的感性があるようにさえ思える、見つけたら写真に撮って記録に残しておこう。あ、それそういうことか、もしかして。そしておっちゃんこれ帰れるのか、ははは、おっちゃんパワフルだね。あ、しかもなんかいるぞ、ハチスズメ、天敵は羽ピクミン。あー、天敵いるよこっちに。あ、これ羽ピクミン連れてくればいいのか、ここは空中戦だな、わーやめろー。あ、でここの先っちょにこれがあるんだ、これがちょうどここだね、だから羽ピクミンいっぱい連れてくればいいんだ。よし、戦争だ、やってやる、ほら潰せ潰せ、天敵だろ、ほらほらほら、ボコせボコせボコせ、ほらほら天敵よ天敵、こんなもんは全員潰せ全員潰せ、ほらほらほら、潰せ潰せ、おーい最高だな。でここに全員突撃させながら、あ、なんかネズミ捕りみたいなやつあるぞ。で俺たちも向こうの壁を壊しに手伝いに行こう。これでよし、運べいい、これであそこに橋を作ればいいんだ、いけいけ。で届いたので
でこっちは俺たちに任せとけ。ネズミ捕りってことはここ巨大なネズミとか出んじゃないの。大丈夫かこれ。んなんかすごくあの板取っ手がついてるのか。んクソ危ねえな。とりあえず羽ピクで攻撃させよう。くらえ。でこれで低いとこ来たら岩ピクミンで潰す。オッケーナイス完璧。あーオッケーナイスですよ。これ絶対危ねえな。これ死んでも嫌だ。これネズミ捕りだよな完全に。あ違うわネズミ捕りじゃない。あ完全にバチンってなるやつだと思ってたけど、これ取っ手ってことはこれあれだ、羽ピクだ。羽ピクに運んでもらおう。8でいいの。8で持てんだこれ。何が起きるの。ででんでんででんみみ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 ん。なんかいっぱいいましたよ。潰せ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 。大戦争だ。やれ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 。やれ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 。あっピクが何匹やられた。くそ投げまくった方がよかったな。しくじった。ちょっと待って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 ください待ってください。まだ何か良くないことが起きる。良くないことが起きるから待ってって待ってって言ってるでしょ。これであげるといいもん出てこい。チンプリリンのほい。あこっちが当たりでした。なんだよもう。はいオッケー。これででこれでこれを羽ピクたちに運ばせると。よしオッケー。でこれはなんだ。これなんなんだろうな。スーパーエナジーを、あ爆弾ってことかな。まあまあそういうことだろうな多分。ちょここら辺の死骸一回運ぶか。そしたら甚大な被害が出てしまった。クソ。総力戦ちょっと楽しいんだけども何が起きてるか分かんないから。浮いてるやつがいるんだよなたまにな。それが良くない。で羽ピクちゃんたちがよし。これで向こう側の橋できたかな。ちょっと誰か一人おっちゃん見に行って、おっちゃん見に来て、でおっちゃんに見学させに行こう。あーできてるできてる。じゃあこれでとうとう助けに行けるね。行ってみようか。じゃあ一旦これもう回収、まあいいか。このメンツで行ける。本当本当に行ける。おそらく真央さんの第6巻シックスセンスが正しいのであれば、これもしかしてあれか。あどうしたどうした。息ができない。えなんだピクミンの様子がおかしいぞ。 B で笛を吹いたら助けられるかもしれない。全力で吹くよ。はい大丈夫、はい大丈夫大丈夫だよ。びっくりしちゃったんだね。びっくりしちゃった。しょうがない。うん。おいざけんなあいつ。あいつ羽ピクで多分やれるなって思いながらやらないっていう。少数精鋭すぎるか。すさまじい、なんか縛りプレイヤーみたいな物量になってるが、まあ行ってみるか。これで、あその上のここのここどうやって降りるんだろうな。人投げたらいけんのかな。うん、なんかやばそうな気がする。大丈夫かな、この人数で大丈夫かな。ルイ来たぞ。いや違う、オリマ大丈夫か。ちょっと俺知らないふりしよう。ちょっと知らないふりしよう。あオリマーがいたよ。こいつがオリマーって言うんでしょ。うわオリマーさん、おお飛んでるやつ。わあ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 持ってくれた。うわめちゃくちゃいっぱいいる。やばっ。うわ大ボス出てきた。これあれじゃん、ワンパンマンの蚊のやつじゃん。なんか琴みたいなやつ出してる。何その琴みたいなやつ、怖っ。ああれで粘り取る、粘り取りそう。これ大丈夫か、ちょっと待って。オリマーさんを助けないと。ヒント、ハチスズメの隙をついて羽ピクミンで突撃。隙なんかあるの。ちょっと隙出して、隙。別に今告白してるわけじゃないかな。ロックオンはできる。あ攻撃してくる。うわー待て、すげえドリルだ、めっちゃかっこいい。あーこれだ、今だ、これ完全に好きだ。潰せほら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 、オッケー。録音して集中攻撃だ。なるほどね、全然ダメージ入ってねえや。これキピクミンでも攻撃できそうだな。あっていうか今暇そうじゃない、暇そうにしてる。あ戻ってきちゃった。あ待て、捕まっちゃったのはまずい。おいで帰っといで。あ、ロックオンして助けられるのか。助ける。オッ
ッケーオッケー、あーオッケーオッケー、助かった助かったけど向こうが今攻撃の、あー一人死んでる、ちくしょう、よくもやりやがったら、攻撃してこいよ、あーなんかちょっと攻撃するか悩むなーみたいなことやってる、攻撃してこないね、あー来た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 、我々の全ての英知をドリルに変えて天元突破、ドリルドリルおじさん突撃させて、キピクでも攻撃しようで、別の赤ピクでも攻撃しよう、ロックオンで、あ、ダメだ届かねえ、一回もうやめよう、一回やめよう、しかもダメージ全然入ってないな、あれみんないる、あ、いるか、クソ、もうちょい人連れてくればよかった、ピクミン捕まってる、だこれ助けてあげないといけない、はい助ける、で、そっちも助けてあげる、オッケー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 、あ、あれ死んだのピクミンじゃなかったな、岩ピクミンの色してたからすごいびっくりしたけれど、これでまあ攻撃してくるまで待つか、やりたいんだけどな、この手前の大勢のやつらもやりたいんだけど、さあドリルが来るぞ、ドリルを回避して今もう大丈夫だから、これで突撃、頑張れ頑張れ、で岩ピクとか届かねえか、暗い、もう一回行くか、もう一回行ってみよう、よいしょ、攻撃、背中とかからやった方がいいのかな、守っているのか、あ、どっか弱点があるのかな、これもしかしたら、ドリルかわしてロックオンして、あ、でもなんかずっとこっち向くな、全面から攻撃、あ、オッケーやれ、潰せ、めちゃくちゃ辛いです、やめてください、逃がしてくださいって言ってる、かわいそうそうか、もうちょい物量があると、だから羽ピク15じゃちょっと足りないんだな、なんで俺下手くそなのにこんな縛りプレイなことしてんだ、まあいいか、どうにか時間内には倒せそうな気はするんだけどな、誰か一人さ、これすごいあれな話するけど、誰か一人こうやって置いて、で、ちょっと待って、で、待て、あーまずい、まあ、囲まれてしまった、これどうしよう、これどうにか、どっかと、あー、ちょっと待って、さらわれちゃったんだけど、全部終わった、ちょっと待って、これで、ちょっとこれやばいんで、一回家に帰ろう、家に帰ってちょっと連れてきてほしい、で、その間にこっちにして、こちらピクミンが捕まってる、終わった、ちょっと待って、これやばいかもしれない、あ、助けろ、ロックオンして助ける、これ皆殺しされちゃう、やだ、あー、ピクミンが、うわー、なんてこった、俺お前らしか助けてあげることできなかった、あー、くそー、今日は新種があるよね、くそー、バグズキングダムおい、やめろ、食えなくなるだろ、リンゴが食えなくなるのよとんでもねえ名前つけんのやめろ、うわー、マジでなんだ、あのすげー綺麗にピクミンが、私たちへのご褒美、ピクミンにもこれあげてくれ、今日はもうピクミンたちに特別手当出さねえとダメだ、畜生、マジ畜生、リベンジマッチするしかねえよ、やられた、畜生22、うえ、くそ、畜生、ワープドライブキーを知る人物、キャプテンオリマーは目の前で大勢の原生生物に囚われてしまった、彼らの主ともいえる巨大生物が僕らの前に姿を現し、旗割り焼き鉢と女王鉢のような関係だろうか、だとすれば巨大生物を倒せばオリマーさんを解放してくれるのかもしれない、明日リベンジします、畜生、マジ畜生、クソ